みんなこんにちは。元気かな？このあまみです。この前のお家で過ごそうコンサート聞いてくれたみんなどうもありがとう。で、聞いてくれた子たちから、またやってほしいなとか、今度はこれを弾いてほしいなっていうリクエストをもらったので、今回は2回目のコンサートをね、やりたいと思います。で、もう少しでね、学校が始まったりとか、幼稚園がね、始まったりすると思うので、先生に会えたり、お友達に会えたりするのね、楽しみだよね。で、だけどもう少しね、お家で過ごす時間があるので、音楽と一緒に楽しく過ごしてほしいなと思います。では最初はリクエストをもらった「天空の城ラピュタ」の曲「君を乗せて」を聴いてください。これはマミさんも、ラピュタはすごく好きで、この曲もいつか弾きたいなと思って練習をしてたんだけど、これもちょっとね、難しい曲なのでなかなか仕上がらなかったんだけど、今回ねリクエストをもらったので頑張って練習して弾けるようになりました。なのでみんなにもね、歌いながら楽しんでほしいと思います。では聴いてください。
クラシックな曲を聴いてもらいたいと思います。前回はブルクミラーの曲をね2曲聴いてもらったんだけど、今度はベートーベンのエリーゼのためにという曲です。マミさんはこの曲を、小学生の頃に先生に次の発表会はエリーゼのためにだよって言われて、とってもね嬉しかったので、今でも好きな曲です。でこの曲は少し大人っぽい曲だったり、ペダルを使う曲なので、あれが弾けるんだってすごく嬉しくてね、ワクワクしながら練習しました。では聴いてください。次はマミさんが作った君の庭という曲を聴いてください。でこの曲はいろんなコンサートで、歌ったり、ピアノ教室の発表会でみんなと、ね、一緒に歌ったりしているので、お家でも、口ずさんでる子がいるっていうのを時々聴いてとっても嬉しいです。で、この曲は心の中にある自分の大好きなものを、がいっぱい、大好きなものがいっぱいの庭を歌っている曲なので、みんなの大好きなものを想像しながら今日も一緒に歌ってもらえたら嬉しいです。
早く叩いてね、はい、バナナ、ね、ちょっと難しいけどかな、ポップコーンとバナナのリズムをね一緒に叩いてみますよ。マミさんがねやるのでそれに合わせて一緒にやってくださいね。雪の女王の曲を2曲聴いてほしいと思います。1曲目は雪だるまつくろうです。これはアナとエルサが小さい時のシーンでね流れる曲です。これはピアノで弾いてみたいと思うので歌を歌える人はぜひ一緒に歌ってください。ではこれが最後の曲です。アナと雪の女王のもう一曲、ありのままでをね聞いてください。これはみんなね大好きな曲だと思うのでぜひ大きな声でね歌ってほしいと思います。降り始めた雪は足跡を消して
とうございました。今日も最後まで演奏を聴いてくれてどうもありがとう。これから、今はねこういう、動画のコンサートをやってるんだけど、今度はね本当にみんなと会えるコンサートをできる日が来ると思うので、その時またぜひ聞きに来てほしいと思います。また一緒に歌ってほしいと思います。じゃあまたねー。